おっすおめえたち今週もオラの予想通りに日経平均株価は下がったなおめえたちはオラの AI 予想をしっかり参考にしてこの波乱の相場をなんとか乗り切ってくれよなじゃあ今日もオラがおめえたちにとっておきの情報を提供してやっからな最後まで耳かっこじってよく聞いていってくれよなじゃあ始めっぞ 今週の日経平均株価は大きく下落して12月1日には一時2万7,594円まで売られる場面もあったな日経平均株価は南アフリカ共和国で特定された新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株への懸念から前週末の11月26日に700円を超えて急落してたけどよ この日の日米国市場もかなり下落してたことで週明け29日も売り優勢の展開から始まったぞ売り一順後は一部に買い戻しの動きも見られていたんだけどよ買いは続かねえでオミクロン株に関連した報道や米国のテーパリング量的金融緩和政策の段階的縮小 に関する金融当局者の発言などにマーケットが大きく振り回せされる状況が続いていたな日経平均株価は27,500円付近での底堅さが意識されて週末の12月3日にも自立反発の動きがあったけど28,000円あたりで上値の重さが目立って最終的に28,029円で今週の相場を終えたな また新興市場の値動きも不安定になってて東証マザーズ指数は12月3日こそ反発してたけど2日まで7営業日続落していたぞこんな感じで日経平均株価は時々反発しながらまだまだ落ちていくからおめえたちも財布の費用もきっちり締めて間違っても高値で掴んで塩漬けみてえな展開にならねえよ注意してくれよなんじゃあ オラはこれから来週の日経平均株価についてちょいと予想してくっからよ。おめえたちは指をくわえてオラの動画を待っててくれよな。んじゃあ明日も絶対見てくれよな。いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよ。じゃあ明日も絶対見てくれよな。